はい、塗装屋の日高です。今回はですね、2020年にお送りしましたアパートの塗り替え現場ですね。こちらは2010年に塗り替えられております。そしてそれから前回の場合は10年、今回は12年が丸々経過しております。2年の間にですね、どれぐらい劣化が進行したかっていうのを確かめるために、今回もまた動画を撮ってきました。それでは動画の方をご覧ください。どうぞ。はい、こちらの建物はですね、塗装してから丸12年が経過しておりまして、13年目を迎えた状態ですね。どうですか、この状態を見て。結構綺麗なんじゃないでしょうかね。実際にですね、手で触ってみますけど、全然チョーキングもしておりません。こちらの塗装の場合はですね、この外壁のみが軽ヘイプケミカルのスーパーシリーズで塗装されております。ツヤもまだ十分残っておりますし、非常にいい状態を保っていると言えますね。実際ですね、この塗装も同じ時期に塗られているんですけど、塗装の方はですね、少しジョーキングをしているような状況となっておりますね。塗装はこんな感じで、若干ですけど劣化しておりますね。わかりますかね。そしてですね、こちらは北面になるんですけど、苔とかですね、カビとかそういったやつが一切生えてない状況ですね。その代わりですね、この窓枠の飾りには汚れというかカビというかですね、そういったやつが発生してますね。やはりですね、この耐候性の良さが軽ヘイプケミカルのスーパーシリーズの抜き取れるですね、の売りだと思います。画像でわかりますかね。ツヤが十分残っている状況ですよね。そしてこちらの方にはですね、もう一棟建っておりまして、こちらもですね、2010年の11月、ちょうどですね、12年経って13年目を迎えているところですね。どうですか、この艶を見てください。こんな感じで、まだギラギラとしておりますね。そしてこちらはですね、同じく北面になるんですけど、どうですかね、苔とかカビとか、そういった類はですね、一切発生しておりません。もちろんですね、アパートですから、こまめに掃除をしているとか、そういったことも、おそらくないと思うんですよね。でもですね、この綺麗さを保っております。こちらもですね、先ほどと同じくですね、全くチョーキングをしているような状況は感じられませんね。そして全体的にですね、ツヤの方も十分残っておりますので、いい感じなんじゃないでしょうかね。こちらがですね、建物の全体感ですね。全体的にですね、まだ綺麗な感じですね。とても丸12年経った建物とは感じられないですよね。やはりこれが軽ヘイプケミカルの無機塗料の凄さということになりますね。はい、それではもう一つの建物の方に行ってみたいと思います。はい、そしてこちらが2棟目の建物となります。こちらの建物と先ほどの建物もですね、2020年の10月に一度私の動画で紹介させていただいてるんですけど、その時から2年ですね、丸2年経過がしておりまして、こちらの建物がですね、塗装したのがですね、2010年の9月ですから、こちらの建物もですね、丸12年が経過して13年目を迎えたということになりますね。どうですか、先ほどの建物と同様にですね、こちらも艶を保ってますよね。とてもですよね、12年が経過した建物には見えないんじゃないでしょうかね。今日はあいにくとですね、西日が当たっておりますので、どうでしょうかね、こんな感じなんですけど、こちらもですね、先ほどの建物同様、北面となりますけど、苔とかですね、そういったやつの発生は一切見られませんね。もちろんですね、この軽ヘイプケミカルのスーパーシリーズで塗装されてない水切りとかには青い苔が発生してますけどね。まあこんな感じですよね。通常の塗料に比べましたら、かなり耐候性がいいんじゃないでしょうかね。もちろんですね、この塗装の
ですね、劣化が目立ってますね。こちらはですね、通常のシリコン塗料で塗装されております。もう白くなった状態になっておりますね。ちょっと曇ってますので、あんまりツヤとかそういったやつはわからないでしょうけど、とてもですね、12年経った建物には見えないと思うんですよね。どうですか、この KF ケミカルの凄さが少しは伝わったでしょうかね。はい、どうでしたか。まるまる12年経って13年目を迎えております。これらの建物はですね、外壁の艶も十分残っておりますし、チョーキングも全く発生しておりません。そしてですね、何よりすごいのは北面の方にですね、苔とかカビとかそういったやつが一切見られません。実際ですね、KF ケミカルの無機塗料で塗装していない部分は、トイとかですね、水切り板金とかそういった部分は劣化が感じられますし、苔とかも緑色に発生しております。それを比べてみますとですね、やはり KF ケミカルの凄さがわかるんじゃないでしょうかね。もしですね、この現場が見たいという方がいらっしゃいましたら、私の方に連絡していただければですね、一緒に見に行くか、もしくは住所の方を教えますので、ご覧になっていただくような形になると思います。はい、それではおーすごいなと思われた方はチャンネル登録、それから高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。